はい、どうも皆さん、こんにちは。カネマンです。はい、今回はですね、かなり真面目な話なんですけども、最近僕の彼女がよく動画で露出してるんですけども、最近僕の彼女がツイッターを始めまして、ツイッターのフォロワー数も、まあ今いい感じで、伸びてるんですけども、その中で DM 機能っていうのはあるじゃないですか。彼女に対して、その結構変な DM を送ってくる人が結構多いんですけど、まあ大したことない内容だったら別にそれは何でもいいんですけど、ちょっと今回ですね、その彼女に対して送った DM が、このままだとちょっとまずいなっていう感じの DM がちょっと来たので、今回それを皆さんにお見せしたいと思います。こちらなんですけども、お前はカネマンの彼女か、この間動画見たんだけどお前可愛いな、俺童貞だからさちょっと今度やらせてくんない。なんで僕の彼女がまあこう送って、見ての通り彼氏いるから無理やな、まあもちろんそうですよね。で次、この内容がすごくね目についたんで、皆さんにお見せしたいと思います。こちらです。は？なんで？やらせろよ。無理ならお前の家特定してダチ二人連れて襲いに行くわ。待っとけ。お前この前聞いたの知ってるんやぞ。はい、これですね。この二つ、まず、お前の家特定してダチ二人連れて襲いに行くわ。はい、これ完全に強姦予告ですね。彼女とね二人で話して、ちょっと電話番号をね彼女に聞いてこいって伝えて、今回その電話番号をなんと入手してしまいました。多分ですね、この相手多分中学生だと思うんですけど、多分ネタでね、多分面白がって書いたと思うんですけど、これを僕がね、まあ YouTube 上でアップロードしていけば、その子も変わってくれるんじゃないかなと思いましたので、今回この子に、お電話したいと思います。はい。ということで、かけていきたいと思います。いや、めっちゃ久々なんだけど、こういう、なんていうの、戦う系の動画。あとちなみに、これやらせて思う人は、見なくて OK です。やらせをしないヒカキン TV 見てください。僕のことを信用してる人だけ見てください。こっからは。じゃあ、かけていきましょう。もしもし。もしもし。もしかしてさ、君が僕の彼女に DM した子？そうだよ。だからどうした？さ、彼女から君が送ってきた DM 拝見させてもらったんだけど、君は冗談で送ったの？それとも本当なの？あれ。ああ、本当だけど。それがどうしたの？てかさ、俺の出しと早く集まらんといけんからさ、話なら早くしてくんね。オッケー、わかった。じゃあ早めに終わらせるね。じゃあとりあえず。じゃあまず聞くけど、君はなんでああいう DM を送ったの？彼女に対して。単純に俺童貞だからさ、ちょっとやりたくてたまんかったんよ。ああ、なるほどね。まあそれはな、まあそれは俺が童貞だった頃もあったから、それはすごい気持ちはわかるんだけど、まあすごいやりたいよね。うん、やりてえよ。ところで君は何歳なん？15歳。じゃあ中学生？うん、今年中3になった。なるほど。では話を進めていくんだけど、君が送ってきた内容を一回読むね。は？なんで？やらせろよ。無理ならお前の家特定してダチ二人連れて襲いに行くわ。待っとけ。お前この前席にいたの知ってんだぞ。これって完全に君がやってることって強姦予告なんだよね。わかる？それこれが犯罪なのってことはわかる？は？だからなんだろう、犯罪じゃないだろ。お前調子乗ってんじゃねえぞ。まあ調子っていう乗り物はないんだけど、君がねこういうことを書くことによって僕の彼女がすごい不安になるわけよ。しかも人の彼女に手出そうって、お前頭大丈夫か？マジで平常心保ってますけど。いや、保ってねえよ。もし、君に彼女ができたと仮定するよ。その君の彼女が知らない男二人にね、襲いに行くなんて言われたら、お前それでも平常心保ってられんの？おい。いや、それはちょっといられないですね。だろ？じゃあすんなよ。はい。君は遊びで書いたつもりだと思うんだけど、これからこういう犯罪まがいなことを書くのね、やめた方がいいと思うよ。はは。お前何笑ってんの？お前反省しないんだったら、警察、学校、親御さんに、このこと連絡するけど、いいの？それともお前豚小屋に入りたい？いや、それはちょっとやめてください。警察にだけはやめて、お願い。じゃあ後で彼女に謝る？そしたら今回の件水の泡にするよ。じゃあ本当にすみませんでした。じゃあこれからこういうこと送っちゃダメだよ。分かった？分かりました。ごめんなさい。はい、じゃあね、切るよ。嘘でっぺーって。は？切られたんだけど。お前らチャンネル登録。